上がっていいと言った。神フォカロルスとして僕に対する崇拝は理解しよう。だが規則を破ってはならないんだぞ。よかろう。君を罰するつもりはない。故に名乗る必要もない。さあ下がりたまえ。僕の演劇を邪魔してはいけない。ふっ、とんだ冗談だな。君には感じられないのか。僕は神フォカロルスだぞ。フォンテーヌの無数の目が僕を見つめているじゃないか。僕はいつだって最も優雅で高貴な振る舞いを披露しなければいけないんだ。舞台アクシデントだ。心配せずとも守衛が対処してくれるさ。黙れ。はい。この件はわかるかい。はっ、来た。はっ、ヤッホー。お披露目だ。おい、何をしている。観客はまだ僕を見ているんだぞ。守衛、守衛はどこだ。行こう。お、フリーナ、フリーナ。え、誰？僕を呼ぶのは誰だい？どこにいるんだ？焦らないで、怖がらないで。僕は君の目の前にいるよ。ちょっと待って、どういうことだい？君は、鏡の中の僕？うん、その呼び方も悪くないね。では、これから僕は鏡の中の君だ。鏡の中の僕。君は僕に何か用？予言のことを聞いた。予言？あ、待って。僕は知ってるみたいだ。謎
ぜかはわからないけど、それは僕の頭の中に存在しているかのようで、人々は皆海の中に溶け、水神は自らのカムクラで涙を流す。そうして初めてフォンテーヌ人の罪は洗い流される。そう、その通りだよ。よくわかってるじゃないか。どういうことだ？僕の記憶は何もかも曖昧なのに、唯一この予言のことだけははっきりと覚えている。予言の内容は本当に起きることなのか？そうだよ。これも僕が君を探しに来た理由だ。フォンテーヌの災いはいずれ訪れる。すべてが予言通りになってしまう。逃げたって無駄だよ。それってすごく大変なことなんじゃないか？みんな死ぬのか？フォンテーヌ人として僕も溶けてしまうのか？心配しないで。この世に奇遇なんてものが存在しているのは、まさに人々に天気をもたらすためなのさ。君が今日僕に出会えたことだってまさにそうだよ。みんなを救う方法は僕が教えてあげる。ただその代わり、君はいくつもの苦難を乗り越える必要があるんだ。なんだ、救える望みがまだあるのか。本当にびっくりしたよ。君があんなに怖そうに言うからだよ。苦痛については、僕の頭に最初に浮かんだのは、確かになぜ僕がそんな苦痛を味わわないといけないのかってことだったけど、どうせ予言が本当に実現してしまったら僕も死ぬんだろ。それに奇遇はこうして僕を訪れたわけだ。こういう天秤があると考えよう。片方は全てのフォンテーヌ人の命で、もう片方は僕自身の苦痛。天秤がどっちに傾くかなんて考える必要もないだろ。やっぱり君は最も完璧な人間だ。僕の理想だよ。もしかしたらそれこそが君の正義なのかもね。ん？いや、なんでもない。いいかい？フォンテーヌは今、水神を失ったばかりだ。君には、新しい水神を演じてもらう。神を、演じる？ああ。ずっと、ずっと演じ続けるんだ。誰にも疑われてはならない。もし君にそれができたなら、僕には予言に抗う術がある。けど、万が一君の身分がバレてしまうと、最後の希望もそのまま消えてしまうだろう。でも、そんなのどうやればいいって言うんだ？人の身分で神を演じて、全くバレずにいるなんて。安心して。君のやるべきことは、自分を本当の神の姿にすることじゃない。ただ、人間が想像するような神の姿になればいいだけさ。君も人間だから、それがどのような姿かについては、よく知っているはずだ。覚えておくんだぞ。これから君が直面するのは、神聖をどう模索するかということじゃなく、人生にどう抗うかということなんだ。まだ完全に理解できてないけど、僕、頑張ってみるよ。それで、僕はいつまで水神を演じ続けないといけないんだい？この任務をこなすために、君は長い年月を歩むことになるかもしれない。終わりの日が訪れるまで、君が年を取ることはない。しかし、僕は約束しよう。ある盛大な、歌劇のような審判によって、一切に終止符が打たれ、すべての人々は救われる。審判か。それは楽しみだね。すごくワクワクするよ。
でに創立帝は僕が水神を引き継ぐことを宣言したけど、こうして民衆の前に立つのは初めてだ。就任演説、どうやったら神に寄せられるんだろう。正直全然わからないけど、とりあえず自然な感じで演じてみよう。古本、紳士淑女のみんな、ようこそ今宵のエピクレシス歌劇場へ。僕が水神を引き継ぐことはみんなもすでに知っていると思う。そう、この僕、フリーナ・ドゥ・フォンテーヌが君たちの新たな水神だ。一国家の新たな神になる。これまでそういった経験はなかったけど、みんなを導けることを光栄に思うよ。魔人フォカロルスとして、そして正義の神として、僕はできる限り力を尽くして、みんなに公平で公正な時代をもたらしたいと思っている。改めてここまで足を運んでくれてありがとう。今後疑問やアドバイスなどがあれば創立帝に提出してくれ。フォンテーヌの未来を築くにはみんなの協力が必要なんだ。これでいいかな。噛むかと思ったけど、無事思っていた通りに話せてよかった。次は、これが新しい水神？創立帝が私たちをごまかしてるんじゃ。人間よりも上位なんだから神様ってもっと威圧感があるのかと思ってたわ。おい、聞いたか？最後俺たちに意見まで求めてたぞ。神様って何でもできるんだよな。なんであんなに謙虚なんだよ。あれじゃ一般人とどう違うんだ？もしかして新しい水神なんて最初からいないんじゃないの？創立帝が手配した操り人形だったりして。な、どういうことだい。どうしてみんな僕を疑うんだ。まずいぞ。もしバレたらみんなを予言から救えなくなる。そうだ、鏡の中の僕が言ってた、人間が思う神を演じればいいって。冷静になるんだフリーナ。人々が求める神、人々が思う神が一体どんなものかちゃんと考えろ。威圧感、存在感、全ての疑念を払拭してくれるようなイメージ、僕はそれを演じなきゃならない。悪くない、我が民よ。それでこそこのフリーナの統治にふさわしい。僕は以前こんな疑問を抱いたことがある。ある日、弱々しい操り人形がこの舞台に立ち、アマツさえ歌劇場の主であると主張したとして、それでもフォンテーヌの民は従うのかと。しかしどうやら諸君はそれほどくだらない者たちではなかったようだ。君たちにはこの歌劇場で僕と一緒に美しき審判を見届ける資格がある。先ほどのパフォーマンスは皆への手土産に過ぎない。歌劇場の雰囲気にぴったりだと思ったのだが、どうだい。ここより改めて自己紹介をしよう。なるほど、さっきのは演技だったのか。どうりでここが歌劇場だってことをうっかり忘れてたよ。新しい神様がこんなに個性的な方だなんて、かなりびっくりしたけど、さっきの弱々しいイメージよりはいいかな。魅力も迫力もある神様で本当に良かったですわ。この先少しは安心できそうですもの。人々の考えが変わってきたみたいだ。この感じで最初から就任演説をやり直そう。さて、我が愛しの民よ。僕を認める者たち、崇める者たち、そしてそうでない者たちも皆正義への熱意を持ち続けてくれたまえ。この国の罪はもう洗い流せないと聞いたが、ちょうどいい。
罪の中に咲く正義こそ最もかぐわしい香りを放つのだから。正義の神の手にある天秤は決して堅苦しいものであってはならない。一方に公平と公正を乗せ、もう一方は歓声と喝采で満たすべきなのだ。法を祈りの言葉に、審判を礼拝にして、かがり火を灯そうではないか。さあ、フォンテーヌの未来のために杯の酒を飲み干そう。我が民よ、君たちが心から正義を信奉する限り、この世に審判で解決できる問題などない。このエピクレシス歌劇場でならば、このユシ最低カーディナルの前でならば、僕、魔人フォカロルスはこの世の神々さえも審判してみせよう。おおおフリーナ様、こちら本日審議される事件の報告書とその後の処理結果でございます。お目通しくださいませ。はあ、僕はいつも審判の場にいるじゃないか。そういう細かいことはヌビレットに任せるといい。それにどれも僕の期待している審判じゃない。そのご期待の審判とはどのようなものなのですか？盛大で劇のような、全てを終わらせる美しい審判さ。はあ、言ったところで君にはわからないだろう。はい、及ばずながらそのようなお考えを察する力はなく。別に恐縮する必要はないさ。僕の言ったことは気にせず職務に戻るといい。僕が期待する審判はいつか必ずやってくるんだからね。フリーナ様、光栄です。謁見をお認めくださるなんて、なんとお礼申し上げればいいか。礼なんて必要ないさ。どうしてもというなら、僕に会えるまで気長に待った君自身の根性に感謝するといい。どうやら神としての僕が放つ魅力は時に皆を困らせてしまうらしいね。さて、リオデーレだったね。息子さんの病気はどうだい？お、覚えてくださっていたなんて。それに私の家のことまで。息子はだいぶ良くなってきています。実を言うと、うちの子は私以上に忠実なあなた様の信徒で、謁見は息子が強く勧めてきたことなんです。フリーナ様が何をおっしゃったか後で教えてくれと、そう言って聞かなくて。いいね、悪くない。今後はそういうことがあれば事前に言うといい。たまには気分転換として特別に民の家を回るというのも悪くない。あなたは本当にお優しく英明な神様であらせられます。息子の代わりに改めてお礼を申し上げます。フリーナ様、こちらが近頃の水門解析に関するご報告です。重点的に注目するようお命じになっていたパラメータについてですが、未だに楽観視できない値です。やはりか。こうなることは神としてとっくに知っていたさ。ただ人間の知恵でどれほどの分析ができるものか確かめてみたかったんだ。予言にあることは必ず起こる。
あらゆる予兆がそれを示している。まあいい、今の君たちが心配するようなことではないよ。そのフォンテーヌ科学院が水面の上昇に対抗する方法を研究しているとの情報が入っております。本当かい？何か成果は？いえ、未だに実行可能な解決策はないようです。ほほん、そうか。神の領域に触れることだ、無理もない。とはいえ、彼らのその精神は称賛に値する。やっと一日が終わったか。水神を演じるのってひとときも気を緩められないな。でも幸い、だんだん軌道に乗ってきてる。疑いの声はもうない。これでいいのかもしれない。このまま行けばみんな助かる。はぁ、もう考えるな。明日もこれは続くんだ。早く休もう。フリーナ様、こちら新たな事件の審判とその後の処理に関するご報告でございます。いいよ、もう見たから。その場で見たものをもう一度説明する必要はないって言ってるだろ。フリーナ様、やっとお会いできました。この機会をどれほどお待ち申し上げたか。ああ、我が忠実なる民よ、今ここにある幸福は君と僕に属する栄光だ。フリーナ様、ポワソン町の付近で明らかに異常な水門現象を観測しました。うむ、引き続き観測を続けてくれたまえ。科学院の方についても動きがあったら知らせるんだ。今日は何もボロは出さなかったはずだ。民が一番安心できる姿を見せないと。でもこんな日々はいつになったら終わるんだろう。精神的疲労がひどい。今日もさっさと休もう。近くでお話できるなんて本当に夢みたい。我々の一族で初めてこのような栄光を授かったものをたどると20代ほども前のディオデール夫人まで遡るそうです。それはいい、優秀な一族じゃないか。君のように敬虔な信徒、もとい敬虔な信徒の子孫に会えるのは僕にとっても最高に嬉しいことさ。そんな、恐れ入ります、フリーナ様。あれ、フリーナ様？ん？どうしたんだい？我が忠実なる民よ。泣いておられるのですか？あれ？なんということだろう。気づかなかったよ。もしかすると僕の中の水元素が満ち溢れてしまったせいかもね。まあ、僕は水元素を司る神だから、これも仕方ない。なるほど、神であるフリーネ様のお力の現れだったのですね。それを直に拝見できるなんて、身に余る光栄です。終わりが見えない、すごく寂しい。一体いつまで耐えればいいんだ。
もう何百年も経ったはずだ。もしかしてまだ何百年もこの劇を演じないといけないのか。この家庭がこんなにも苦しいものだなんて思いもしなかった。もう限界に達しているのだろうか。いや、限界なんかとっくの昔に来ていたんだろう。今日なんて涙を流している自覚さえなかった。誰かに打ち明けたい。たとえ一人だけでもいい。でもそれじゃ全部無駄になってしまう。何百年もの間いろんな調査をした。だけど予言を突破できる希望は何も見つからなかった。もはや信じることしかできない。水神を演じ続けることだけがフォンテーヌを救う唯一の方法なんだと。頼む、お願いだから絶対に成功してくれ。鏡の中の僕。フリーナ、一人で無理する必要はないかもしれない。他に何を知ってるのかはわからないけど、君の民は喜んでその荷を分かち合ってくれるはず。分かち合うだなんて、そんなの無理だよ。最初から僕は一人でこの責務を背負う運命にあるんだ。分かち合う必要がないとしても、せめて誰かに相談することはできるはず。俺は見届けるものだ。俺に相談すればいい。見届けるもの。そうか、君はこの聖界の外からテイワットに来たんだったね。つまり君は最初からここに属するものじゃない。もしテイワットの全てが舞台上の劇だとすれば、君は歌劇場にいるただの観客。そうだろ。あるいは君になら。旅人の言う通りだ。彼になら打ち明けてもいいんじゃないか。でももし全てが予想通りにいかなかったら、リスクを背負うのはフォンテーヌの民全員なんだぞ。ダメだフリーナ、利己的になるな。でももし本当に平気だったら。フリーナ、君はもうこんなに頑張ってきたんだから、ちょっとくらい自分勝手になってもいいよね。別にそんなにひどいことをするわけじゃない。ただ単にふさわしい人に自分の悩みと苦痛を少し伝えるだけだ。大丈夫だよね。この機会を逃したらもう二度とないかもしれないよ。いや、ちゃんと、もう少しちゃんと考えよう。別に何も言うことはないよ。僕は神、フリーナだ。全てはうまくいく。君は観客として終幕までをしかと見届けるといい。